国民民主党より国民民主党代表代行参議院議員大塚耕平様。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました国民民主党代表代行の大塚耕平でございます。今日は愛知県から浜松に参りました。皆さん山崎さんのためにこんなに大勢お集まりいただいてありがとうございます。ムクドリも何千羽もいますからね。本当にありがとうございます。今渡辺さんからも話がありました、大事な選挙です。何が大事か、もちろん衆議院選挙の真っ最中に新之助さんの投開票日がある、そしてその後の流れを決める、そういう選挙だから大事だという意味もあります。しかしもっともっと10年ぐらい前から今日までの流れを思い起こしていただきながら、この選挙の意義考えてください。安倍さんが長いこと総理やってましたが、結局今の総理の岸田さんもアベノミクスは皆さんに十分に成果をもたらさなかったってはっきり言っちゃってるんですね。新自由主義を見直そうと言ってるってことは、この10年間安倍さん菅さんで約10年やってきましたけども、何をやってたんだということを問う選挙なんです。そしてコロナで日本が世界の他の先進国に比べてデジタル化やその他の産業面においても、こんなに遅れちゃってたのということが赤裸々になってしまったじゃないですか。この2010年代っていうのは多くの国で変革を起こして国民の皆さんの所得を伸ばして、そして社会の進化もした。ところが日本は蓋を開けてみたらどういうことになっていたかというのは、もうもはや皆さんの知るところとなった。その流れを変えてくれという国民の皆さんの切なる思いを投票に込めてほしいんです。そうであれば今回の議席、山崎慎之介さんに与えていただく以外に選択肢はない。そうじゃないですか皆さん。この選挙、衆議院選挙の流れを決めるだけじゃなくて、安倍さんと菅さんのやってきた政策のおかしな点を転換してくれということを明確に岸田さんに突きつける選挙でありますので、どうぞ慎之介さんを皆さんのお力で国会に送ってください。ただし激戦です。まだまだこれからです。そして新馬さんも私も参議院ですけども、参議院選挙って長いもんですから、途中で流れが変わるんです。ここからですから、もう名前は子供なら誰でも知ってる名前です。慎之介さん、どうぞお子さんたちに、今回なんかしんちゃんが出てるらしいね静岡ではと言って噂が広まるぐらいの、そういう流れを作っていただければ、間違いなく山崎慎之介さん、もう実力そして実績、何しろ性格が真面目だということが一番大事なんです。その山崎慎之介さんをどうぞ皆さんの力で国会に送っていただくよう、今日愛知県から参りました私参議院議員大塚耕平も心からお願い申し上げます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。